ークは通用しない。真っ向勝負と行くぞ。今より七人に多く行きたくば鉄壁の守りを敷くのだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。肝心要の守りが手薄だ。ここは自分が役目を果たすぞ。中に勝利を手にするまでは。廃止のため戦い抜く。そうか、死ねる。そこを奪う。力が残っていたか。そんなもの役に立てぬとは。
敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。四国にいるこいつと四国にいるこいつ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体勢を取るのだ。敵の痛いところをついておく。いるとな。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。撃ち取ったり、廃止のため戦い抜く。よかった、追撃を振り切ったみたい。きっとみんなで職に帰れるよね。早く白帝城へ向かわないと。四季を通っていきましょう。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。大事なとこを狙う感じで、はい。
置くのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。じゃあそろそろ出発。とりあえず大事なとこを狙う感じで。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。地面を守りきれない。サンテン様、申し訳ありません。ドラムか。この失敗はみんなを忘れてくれるといいな。廃止のため戦い抜く。おお、よくやってくれた。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行く。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。劉備、逃がしませんよ。孫悟の未来のため、あなたはここで撃ちます。こちらの撤退路を進んでほしいとのこと。伝令、リクソンが石兵8陣を突破。内部は5軍が守りを固めています。リクソンにばっかりいい格好はさせられない。俺も早く追いつかないとな。ここまで来て逃がすもんかよ。覚悟しな。敵の進路を妨害したいところです。指揮、援軍を要請してください。ところで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。石兵8時なんて5分を足止めします。デュラは巣の管理に対してください。諸葛亮、すまぬ。どうか撃っていてくれ。待たせたな、リクソン。さあ、一緒に諸軍を追い込もう。烈火のごとき進軍、さすがですね。
孫悟の未来、共に切り開きましょう。申し上げます、諸軍が士気を制圧、援軍は望めません。この状況で名を聞いてくるわ。さすがは諸葛亮先生ですね。かの地を攻め、これを接収する。みな進め。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。他の地を攻め、これを接収する。みんな進め。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。今さら逃げるなんて虫が良すぎるってな。おとなしく撃たれだよ。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。よくやってくれた。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。要所攻略が我らの使命。いざ参ります。いざ参ります。見た。
劉備はここで打ち果たします。邪魔はさせません。ここまで追い詰めておきながら、やはり私は未熟ですね。五軍の追撃を防ぐだから白帝城を急ぎ撤退しよう。敵将討ち取ったり。おお、よくやってくれた。みんな、よくぞ私を救ってくれた。そして諸葛亮、趙雲、劉備殿、この戦で散った甲冑、そして劉備殿、どこたびは不覚を取りましたが、すでに事前の策は考えてあります。ああ、休ませてもらおう。ひどく疲れた。今まで数多く負けてきたが、私の目指す天下は遥か。玄徳様、二人が来てくれたわ。ああ、将校殿、すまない、少し眠っていたようだ。諸葛亮、趙雲、私はもうじき兄弟のもとへ行く。劉備殿、弱気になられませぬよう。自分の体が分かるのだ。二人とも職を頼む。諸葛亮、もしも我が子が理に暗く仁をなせぬなら、職はそなたが。劉禅殿は立派に劉備殿の後を継がれるでしょう。今夢を見ていた。そなたらと雲長翼徳と皆でかけた日々の夢だ。私は素晴らしき仲間に囲まれている。ああ、なんとありがたいことか。拙者ら、いつまでも兄者と共に。行こうぜ兄者、陣の寄ってやつめがけて。劉備殿、劉備殿、玄徳様。ああ、全ては夢だったのやもな。皆のおかげで私の人生は満ち足りたものだった。ありがとう、さらばだ。
ご医療で。またお待ちしてます。我らはこれより亡き劉備殿の劉備殿は関羽殿や張飛殿のためにい、しかし我らは呉との争いは以後呉との関係をつまり諸葛亮殿の唱えられた、ええ、蜀と呉の敵はしかし向か慶州は魏と呉の手に落ちました。慶州は国力の劣る蜀にとってその切り札がなくなった今、やはり慶州を失った分さっゆえに魏の領土を奪うべく、わかった諸葛だが父上の望んだ陣の世皆が平穏に承知いたしました。